こんばんは、スプライトライダーです。今日は1月の22日、日曜日なんですけれども、1月のね、2日に元ブログ専用のデスクトップが壊れてしまい、今修理中で、かれこれ20日経つんですけれども、まだ修理から戻ってきておりません。というわけで今日は、戻ってくるまでですね、ちょっと雑談をして、お茶を濁らせようかなと、思っております。というわけで今日は、以前から、動画とかでね、ちょこちょこコメントで、質問をいただいていました。スプライトさんは今まで何のバイクに乗っていましたかという質問があったので、今日はそれに答えていこうかなと思います。最初はスズキのレッツ2っていうスクーターから、 50cc のねスクーターから、乗りました。僕もね、最初はギア車っていうもの自体、やっぱり怖くて乗れないっていうのがあったので、最初はスクーターから乗り始めました。で、2代目からですね、みんなちょうど周りで乗ってた友達がギア車欲しいなって、ギア車に興味を持ち始めた時だったので、で、その時友達が N1 に乗り換えたんです。ホンダの NS1 ね、その NS1 を見てからやっぱりね、ギア車かっこいいなって思って、友達伝いでいろいろ探してもらったんですね。そしたらヤマハの TZR50R、 こちら画像あります。はい、すいません、スクーターの画像ちょっと見当たらなかったんで申し訳ないです。はい、2代目のこの TZR50R はちょっとね、フルカールではなかったんですけれども、ようやく見つかった1台だったので、すごい愛着持って大切に乗っていたんですけれども、泉って仙台のね、仙台の泉中央っていう駅があるんですけど、そこの駐輪場に止めてたら、リアカウルね、これされたんですよ。これリアカウルバキッていたずらされちゃって、あの時は悲しかったですけども、どうしようもなかったんでね、それを置いて捨ててもらって、割れた状態で帰ったっていう、ちょっと悲しい思い出っていうか記憶があります。3代目の TW200 はロンスイスカチューン、組んでまして、画像こちらです。はい、画像こんな感じです。水色でロンスイスカチューン、そう、まさにキムタクが乗ってた、あのドラマでキムタクが乗ってた TW ですよ。もうあと シートが白かったらもうキムタク仕様でしたね。はい、ロンスイ組むとね、スピード出ない。まずね、100キロ出せませんでしたね、 TW200 の時は。80キロぐらいでもう車体が全部ね、もうバーってもう振動がひどくて、そのスピードの恐怖っていうよりも、バイクがバラバラになるんじゃないかって、なんか壊れてしまうんじゃないかっていう恐怖で、最高でも80キロぐらいしか出せませんでした。あ、もちろん高速でね。でも TW はスパトラ、マフラースパトラに変えてて、すごいいい音もしてて、サスもね、すごいふかふかしてたんで、とっても乗り心地は良かったんで、とてもいい思い出になりました。続いて4代目がですね、学生の頃結構憧れていた1台でして、ドラッグスターの400クラシックですね。もうずっと欲しかったんですけど、やっぱり400から車検があるわけじゃないですか。で、なかなか手が出せなかったんですけど、ようやく、手にすることができたんですけど、直後にね、大震災ね、震災が、ちょっと起きて、重量もあるんで倒れてなかったんで、ホッとはしたんですけど、いろいろあってね、半年経たないうちに、ちょっと手放してしまったんですよ。パールホワイトですごいね、美人さんだったんだ。よかったな。本当に良かったんですけど、ちょっといろいろあって手放すことになっちゃったんですね。またね、機会があれば乗りたいなっていう1台です。さあ、5代目はドラッグスターの 250cc です。クラシックに比べたらだいぶね、ちっちゃく可愛くなりましたけれども、そこそこカスタムされてるの、元からカスタムされてるの欲しいなと思って、画像こんな感じなんですけれども、こちらに決めて乗りました。っていうのも、中型免許取ってスーフォアに乗り換えた友達が、その時いて、で、僕その時まだバイク持ってなかったんで、レンタルバイクでしょっちゅうツーリング行ってたんですよね。で、結構ツーリング行くようになってたんで、じゃあせっかくだから1台欲しいなと思ってドラッグスターの 250cc に、乗ったんですけどね。で、それからすぐにその友達が大型免許が欲しいっていう話になって、気づいた時には
CBR の 1000WR に乗り換えてたケンちゃんです。はい、でドラッグスターの 250cc に 1000WR についていけるわけがないじゃないかっていう話で、じゃあ大型免許を取りましょうよっていう話でね、うん、取るかっていう話に なったんです。はい、でその時ちょうど小栗旬が乗ってた R1 に僕は続行になり、まあいろいろ探した結果、まあ今のこの R1 ちゃんに行き着いたわけですよ。これが僕の6代目の大型初めての SS リッターバイクですね。で元ブログを通してオフロードも楽しそうだなっていう感じで、7代目が隣にいる KDX です。はい、というわけでだいぶ早口で、頑張って早口で進めていったんですけれども、まあ多分動画的には5分以上なるのかな。まあできるだけこういう雑談動画は、短くまとめたかったんでちょっと頑張りました。はい、というわけでですね、僕がスプライトライダーさんが今まで、乗ってきたバイクは合計現在含めて7台でございます。というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもスプライトライダーをよろしくお願いします。ではまた。動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのアイコンをクリックしていただけると、チャンネル登録ができます。過去の動画、こちらにございますので、よかったらご覧ください。